こんにちはライゾウです今日のテーマは「革命とクーデター」国の偉いやつを引きずり下ろしてやるぜみたいなことですよね皆さんもなんとなくのイメージはあると思いますただこの2つの違いを理解していますかと聞かれたらちょっと困っちゃう人も多いんじゃないでしょうかでもそれはある意味当然なんですというのもこの2つはすっきりと線引きすることが難しくて細かく見ると学者によって言っていることが違っていたりもするんです特に革命の方は人によって割と自由に使われていますよね つまらない例になってしまいますが、昔友人が失恋した時にお酒を飲みながら、今日から俺は恋愛革命だって宣言したことがあるんです。いろいろと間違っていそうでしたけれど、さっきまで泣いていた友人が座り切った目でこっちをじーっと見つめてくるもんですから、私もどうしていいかわからなくなって、おーいいねーなんてトンチン感の合図値を打っちゃったわけですけど、まあそんな使われ方までされるくらいですから、革命という言葉は厄介です。 ただもちろん革命もクーデターもざっくり特別することはできてそれが一般社会での共通認識になっています新聞やテレビでニュースに触れたり人と話をするときにはその違いを抑えておくことが大事になってきますので今日はその部分をお話ししますまず革命について革命というのは広い意味では物事が急激に変わること政治的な文脈で使われる場合は非支配者階級が支配者階級から権力を奪い国の仕組みを大きく変えることを指します つまり、支配される側にいた人たちが支配者を倒すという事例なんですが、これはフランス革命をイメージすると理解しやすいと思います。フランス革命の場合、それまで国を支配していたのは王様でした。王様の周りには貴族たちもいて、こちらも好き勝手に振る舞っています。大事なのは自分の利益。次に大事なのはパーティーでいかにエレガントに振る舞えるかということで、一生懸命勉強するのは下品な奴ら、みたいな感覚を持っています。 そしてこの支配者階級を国の人口の9割以上を占める平民が支えるという社会構造だったんですね。そんな状況を変えるため平民が立ち上がって支配者を倒したのがフランス革命です。まあ平民といっても 実際のところはお金町の社長さんやお店のオーナーたちが起こした革命という感じで革命後も社会は右往左往して不安定な状況が長く続いたんですが少なくともこの革命によって支配者が倒されそれまで支配されていた人たちが国を動かすようになったということははっきりしていますつまりそれまで支配される側にいた人たちが支配者を倒して国の仕組みを大きく変えたわけですこれが革命ですではクーデターとは何でしょう 元々は国家への打撃という意味のフランス語なんですが、このクーデターとは支配階級にいる者が武力を使って権力を奪うことを指します。それまで支配階級にいたけれど権力は握っていなかったという人が武力を使って権力を握るという形です。つまり支配階級の内部で権力が移動することになるんです。支配階級の中での争いなので、基本的にクーデターでは国の仕組みが劇的に変わることはありません。 具体的な事例としてミャンマーで起きた2021年のクーデターを見てみましょうミャンマーは1962年以降実質的に国軍が政権を握っていたのですが2015年の総選挙によってアウン・サン・スー・チー率いる国民民主連盟が政権を獲得しました外国からは民主的な政権が誕生したと認識されていてこれによって国軍の勢力は野党の立場に追いやられていたんですねただ国軍はこの状況に納得しませんでした そして2021年、武力によって政権を奪ったんです。社会の中で政権を争うライバルの関係にあった国民民主連盟から国軍へ政権が移っていますから、支配階級の中で権力が移動したといえ、クーデターの典型例として理解できます。ここで改めて革命とクーデターの違いをまとめると、革命はそれまで支配される側にいた人が社会の仕組みを大きく変えて権力を奪うために起こすもの。 クーデターは、それまで支配階級にいた人が、権力を奪うために起こすもの、ということになります。クーデターを起こす人というのは、それまで権力を握っていなかったとは言っても、支配階級にはいたわけです。ですから、社会を大きく変える必要はありません。むしろ下手に社会構造が変わって、自分が支配階級から転げ落ちてしまっては困るわけですから、社会を大きく変えようとは考えないんですね。 一方革命を起こす人というのは社会の中で支配される立場にあるわけですから社会の構造を大きく変えない限り権力を握ることはできませんですから革命の場合社会の仕組みを大きく変えることが重要な目標になるわけですこの社会の仕組みが大きく変わるという性質から革命には何となく社会を良いものに変えるというイメージがあります 反対にライバルから権力を奪うというクーデターには私欲で権力を手に入れるみたいなちょっと悪いイメージがありますですから権力を奪った側からするとできることなら自分の行為を革命と呼びたいという心理が働きます逆に権力を奪われた側は革命とは言いたくないんですねできることならクーデターによって自分たちが追いやられたと言いたいですし クーデターとは言えないような場合でも、とにかく自分が革命によって追いやられたとは言いたくないという心理が働きます。例えばイギリスの名誉革命、有名な権利の焦点に議会の権限や国民の権利が定められたことから立憲君主制のきっかけとなった出来事として、イギリスでは特に重要視されていて、一般的には革命という名前で呼ばれています。 ただこの名誉革命で起きたことというのは国王王王がが追放されて娘のの女ととその夫が王位にいいたという事案なんです。実際には後ろで議会が糸を引いていたという事情もあるのですが少なくとも形式的に見れば王の地位が父から娘夫婦に移っているわけですから支配階級の中で権力が移動しているにすぎません。 また原因の部分を見てみてもプロテスタントのイギリス主流派とカトリックのジェームズ2世による宗教的な対立が大きく影響した事件ですので純粋に社会の仕組みを変えよううといい大きな目標が掲げられていたわけでもないんですねですから類型としてはクーデターと考える方がしっくりくる事件できっと追放されたジェームズ2世は「くっそークーデターにやられた」と思っていたはずです。 また別の例ではアメリカの独立戦争。それまでイギリスの植民地であったアメリカが独立戦争を経て独立を果たしたという一連の流れは、日本では一般的にアメリカ独立戦争と呼ばれています。ただ実際に起きたことを見てみると、アメリカはそれまで植民地として宗主国であるイギリスから支配される関係にあったわけです。支配される側にあったアメリカが支配する側であったイギリスを破って独立を果たし、アメリカの社会構造は大きく変わっているわけですから、 類型としては革命と見るのが妥当な事例なんですね。実際この一連の独立の流れがアメリカではアメリカ革命と呼ばれています。アメリカの社会を大きく変えた、大きなことを成し遂げたというプライドもあってアメリカの人たちはそう呼んでいるんだと思います。反対にイギリスから見ると自分たちが支配していた植民地が勝手に離れていってしまったわけですからこれを革命とは呼びたくないわけです。ですからイギリスでは戦争という名前で呼んでいるんですね。 そして新しい例では1969年のリビア革命。リビアは1951年にイギリスから独立して以来国王が国を治めていたのですが国王が病気療養のためにトルコに滞在している隙に当時陸軍単位であったカダフィ大佐が11人の将校たちと共に権力を奪ったという事件です。国の軍隊というのは支配階級が国を治めるために使う力ですから軍隊自体も支配階級に属するんですね。 ですから軍人が権力を奪えばそれは支配階級内で権力が移動するというクーデターの類型にあたりますというよりむしろ軍人が権力者に歯向かって権力を奪うというのはクーデターで最も多く見られる典型例ですつまりリビア革命は明らかにクーデターと呼ぶべき事例なんですがカダフィ大佐は革命という名前にこだわりました国の最高機関を革命評議会と名付けちゃうくらいですから自分の起こした行動をクーデターと呼ばれるのは嫌だったんだろうと思います では、日本の革命やクーデターにはどのようなものがあるのでしょう。まず革命について言うと、一般的に日本では革命が起きたことはないと解釈されるのが一般的です。というのも、日本は太古の昔から天皇をリーダーとする国家なんですね。途中、武士が実権を握ることもありましたが、形式的には天皇の進化として国を治めていたんです。 例えば、鎌倉幕府を開いた源頼朝や、江戸幕府を開いた徳川家康がついていた将軍という役職は、正式な名称を正意大将軍と言います。この役職は、奈良平安時代に活躍した坂上の田村呂が、江戸征伐の際に与えられたことでも知られる通り、天皇から武士に与えられるものなんです。つまり、将軍という役職は、天皇の家臣という意味を持つんです。 豊臣秀吉に至っては、関白という本来公家に与えられる役職を授かっているんですが、この関白は天皇を補佐する役職ですから、将軍よりもさらに天皇に寄り添うというイメージが強い役職です。このように日本の社会は基本的に天皇の下で収められてきたんですね。平野正門のように天皇に弓を引こうとした人物がいなかったわけではありませんが、明確に革命と呼べるような動きでは日本では起きませんでした。一方、クーデターは日本でもいくつか見られます。 有名な例で言うとまずは大化の改新そのきっかけとなった一志の変は当時天皇をしのぐほどの勢力を誇っていた豪族蘇我のイルカを中野大江の王子や中富の鎌足らが暗殺し権力を奪ったというクーデターです実質的に見ると皇族の中での継承争いという面もあるのですがいずれにしても支配階級の中で権力が移動していますからクーデターの典型例と言えます また本能寺の変も天下統一を目前に控えた織田信長が家臣の明智光秀に撃たれたというクーデターですご承知の通り明智光秀はその11日後落ち武者狩りの百姓に撃たれてしまいその後権力の座は中途半端になってしまったという残念な経過をたどったわけですが宙ぶらりになった権力はおよそ4年かけて豊臣秀吉へと受け継がれましたそして近代の例では226事件が有名です 当時の日本は政権が軍部の影響下にあったのですが、陸軍の中での派閥争いが引き金となって青年将校たちがクーデターを起こします。高橋コレキューや斎藤誠が暗殺され、また鈴木貫太郎は瀕死の重傷を負うなど多くの被害を出しましたが、結局クーデターは未成に終わり、首謀した行動派と呼ばれる勢力は軍部から一掃されました。その他にもクーデターはいくつか見られます。 クーデターの場合ひっそり遂行されてただ権力者が入れ替わるだけで社会には何の変化も起きなかったという事例もありえますから歴史の中に埋もれてしまったようなものもあるのかもしれませんそれに比べて革命の場合は必ず社会的な大きな変化を伴いますから歴史の中に埋もれてしまうという事例はなかったと思います以上革命とクーデターのお話でした 二つの違いを意識しながらニュースに触れたり歴史を振り返ったりすると理解がぐっと深まると思います。